そう、深い質問あるぜ。なんだい？髪。大人になりたいとは言いますが、大人ってどうなったら大人なんですか？深い。大人になりたいって思わなくなったら大人なんじゃない？じゃあ。あら。子供になりたいって思ったら大人かもね。あら。解決です。ありがとうございました。ありがとうございました。大人からのメッセージです。あれだから毎週やってたからな。第三次ラジオでやってるから。そうそうそう。これ早いです、決断が。すごいな、やっぱ第三次の差が出たな、今な。経験の差がちょっと出た。出た出た。私だってもうそんなのもう年齢が20超えたらやろとしか思えんかったもん。でもそれもそうだと思うわ。それが一番まともかも。そうだね、世間的にはそうだけど、うん、中身的にはね。ね、うん、そうだね。まだまだ子供の気分だしな。そうやな、うん、俺たち全然わかんない。2人わかんないけど、無用全然ガキだと思ってるから。まあ私はガキやけどな。え？まあいや赤ちゃんっていうかまずガキなとこはあるよ実際、うん。ちなみにたまにめちゃめちゃクソガキの時あるからそう、まあ少なくともメイは大人ではないかもまだ。そうね、うん、ああまあ確かにね。いいよそのまま可愛くあれよ、うん、いいんだよそのままエケでいてほしい、うん、全然お姉さん今年の目標お姉さんだから。あもうそのまあでもあと何ヶ月かあるからね、うんうん、その間にそうそう3ヶ月でちょっと一気に5歳ぐらい老けようかなと思ってる。でもお姉さんってお姉さんって目標立てないの？じゃあ、次の質問に行こうかな。デビュー半年おめでとうございます。3人は配信前のルーティーンとかありますか？っていう、こう、改めて半年